ミルクサッカーアカデミーのお時間です。井上真と申します。どうもミルク佐藤です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は12月28日ということですけれども、はい、先生まずお忙しそうでね、まずまずね、いやー先生が会計決算いろいろあるからシワスと書きますからね。本当によろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかまた遺跡がねごよごよ動き出してるのでこれはやっぱりと思って、まあ、やっぱりでもあの玉田選手がね長崎とか、そうです ね、 ね工藤選手が山口とか、そうですね、その間飛び込んできましてね、はい、小笠原選手が引退とかお疲れ様でした、はい、そういうのが今週とか昨日今日でありましたけども、はい、はい、まあなんでそこら辺も中心に触れながら、はい、あの恒例のちょっとあれそんなニュースどこも出てないけど、うん、ええ、みたいなのも含めて言っちゃいましょう。いやいや、ちょっとくださいよ。はい、言えてないですかね先生それは。いよいよダメですよ皆さん、受講生の皆さんストレスになっちゃう。なんでちゃんと教えてください。今日は全部言いますからね先生はね、皆さん最後も聞いてくださいね。はい、はい、じゃあまずは、うん、はい、まあ、札幌から参りましょうか、うん、お願いいたします。はい、はい、札幌なんですが、まず仙台から中野選手、うん、そしてあと FC ソウルからアンデルソン・ロペス選手、うん、そしてあの鈴木武蔵選手が入りまして、はい、まあ、大体これで札幌終わりでしょうと。おお、あ、もう揃いになったということですね。そうですね、まあ、まあ、まだもしかしたらあるかもしれないとかっていうのはまあ案に言っときますけど、うんうん、はい、ただもう社長がもう明言しちゃったので、まあほぼないと思っていいんじゃないでしょうかね。そうなんですね、はい、でももう今日はだいぶ揃ったと言っていいんじゃないでしょうか。はい、札幌、まあ何回もここで触れてるので札幌はまあこんな感じかなとは思います、はいはい、鈴木武蔵選手に僕は注目ですね。はい、はい、そしたら次は、ベガルタ仙台に参りたいと思います。先生あくまでも画面を見ないんですね。はい、今僕はもう何も見ずに、完全に何も見ずに話しております。ね、これあの画面をねあの出させていただくか出さないで喋るかっていうのをね、迷ったところもあるんですけども、自分が見ているからあの見ていない人に言葉だけで伝えるのが難しいんだ。じゃあもう僕は見ないって言って先生はもう今日は見ていないです。そうですね、スクロールする時だけです ね、 今ね。お願いします。仙台、はい、はい、次は仙台です、はい、なんか結構ツイッターだったりだとか、うん、戦いですからね今日、はい、あのいろんなところででも、ええ、マジ仙台やばくねとか出てたですよ。なんかいろいろ選手が入ってきてないという。そうですそうです、特に中盤の選手たちがかなり抜けてしまってるってところがあるので、うんうんうん、おいおい大丈夫かみたいなところがあるんですけど、この番組のコメント欄にもすごい多く寄せられましたよ、ね、それが大丈夫ですから本当になんでそんなことが言えるんですか。大丈夫、実際にもう出ましたもん。あのまずは出ました、はいはい、まずはあの松本山雅から石原選手を獲得、うん、おお、そうなんですね。中盤、はい、石原選手を獲得して、まあ、シャドウ系としてはもうぴったりですよね、はい、うん、そしてあとは横浜 F マリノスから吉尾選手がレンタルで入ってきました、はい、やっぱりこのチームとしてはあの東京世代の選手とかいわゆる若い選手が欲しいなというところがあるので、はい、まあ、そこでいわゆるシャドウのポジションもできるし、まあ、ウィングバック的なポジションもできるので、はい、まあ、彼が入ってきたのはちょっと面白いなとは思っております。なるほど、はい、まあ、唯一言えばまあ板倉選手のところをどうするかってところはまあ毎回触れますけど、うん、まあ、唯一言えばそこなんですよね。ただ、はい、もう忘れてほしくないのが、うん、本当椎橋啓也という男がいるので、ボランチとセンターバックのできる選手が来季おそらく育つと思うので、まずは彼に注目してほしいと、はい、でまあまあ移籍入ってきますから、うん、移籍入ってきますから人数とかを結構心配してるみたいな時期ですよね。そうです ね、 ね、うん、だからそんなに変わらないことになるんですよ結果論として、うん、今年となるほど人数としては変わらないので、あとはレンタルのところとして例えば、うん、あの後々触れますけど、うん、あの三好浩二選手、はい、結果的に今日横浜 F マリノスに決まりましたが、はい、セレッソだなんだっていろいろ報道は出てたじゃないですか、うんうん、やっぱりそういう獲得競争はあるので、うん、まあ、若干のズレぐらいはあるかもしれませんが、うん、まあ人数としてはそう変わらないです よ、うん、ですよね、最終的にどこのチーム超少なくて始まったみたいな年はなかったわけですから、ね、そうなんです、うん、そうなんです。だからまあでもいい選手を、それもう少しでもいい選手をってお気持ちだと思いますよ皆さんね。まあね、特にサポーターやっぱり感情的に言うとあるので、うん、まあ、ただ大丈夫とだけ言っておきます。急にお坊さんみたいになるんだよな。はい、はい、では次、鹿島アントラーズですね。鹿島アントラーズです、はい、はい、小笠原選手がまあ引退ということが表明されましたが、はい、驚きました。まあとはいえですね、うん、あの人数的なバランスとしては清水から白崎選手を取ることを考えても、はい、ボランチとしても充足してますし、うん、まあ、各ポジション3人いるっていう状態なので、はい、まあもう何にも言うことは今のところはないでしょう。なるほど。あとは鹿島に関しては庄司源選手がおそらく移籍になるとは思うんですが、うん、そこが移籍になったなるよってなったらまたあの触れよっかなってぐらいですね、うん、センターバックの大物獲得ではないかという、そうですね、
上田選手もね抜けてますしね、はい、なるほど、そうですね、ユースから2人上がってきてるんですね、はい、18歳、まあ、有馬選手と、うん、あとは佐々木選手と、うん、はい、はい、なるほど、僕だけは資料を見せていただいてますからね、はい、先生本当にチラッとも見なかったですね、先生から本当スクロールだけですからね、見てるの僕に見せるためにスクロールしてるだけ、ね、そうですね、そこは合わせないと分かんないから、先生の自社のデータを僕に見せてくれてるってことです、はい、そうです、いや意地張らないで見て大丈夫ですか、いやだって覚えてるから結局そうです、ね、大丈夫なんです、書いてらっしゃるんですもんね、はい、はい、お願いします、はい、で浦和レッズとちょっとあと柏レイソルはそんなにちょっと動きなかったので、はい、一旦飛ばします、はい、あと東京もそうですね、これ全部言ってたらね番組になんなくなっちゃいますからね、はい、聞きやすくさせていただきたいと思います、また後で触れさせていただきたいと思います、はいはい、はい、では次ですね、うん、横浜 F マリノスに触れていきたいと思います、はい、お願いします、はい、先ほど、仙台かな、うん、のところでもちらっと触れましたが、はいはいはい、三好浩二選手が、加入ということになりました、フロンターレから、はい、うん、でここはじゃあ誰の札幌からか、はい、うん、はい、ここはじゃあ誰の代わりなのっていうところでいくと、はい、いわゆる久保建英と考えるのが一番ベターだと思います、うん、現状まだあのレンタル満了とかってことは出てないですけど、どうなるんですか、ね、ただ普通に考えればの話なので、うん、もうおそらく出るでしょうと、あの FC 東京の、うん、いわゆる冷蔵庫シリーズ、はい、移籍動向の件でも触れましたが、まずは FC 東京に一旦戻ると思うので、うん、それで考えれば今、うん、若手選手を今バーッと今横浜はレンタルで出してるって状態もありますが、はい、そうなってくると、で特にあとウーゴビエラ選手、そして伊藤翔選手も抜けてしまったところがあるので、そうだね、なんでサイドの選手または、トップ下または、まあ、シャドウのポジションだったりってところが今本当に完全に不在な状態、まあ、中川選手、遠藤啓太選手いるし、まあ、リータ・ダナリ選手入ったってところはありますけど、そうですね、みんなそれこそね、いわゆるあの足でこうパッとこう、うん、スラッシャーとい う か、もうウイング系のタイプでもあったりするので、中でそのコネコネするタイプは全くいませんから、タクト役が指揮棒を振る人が来るんじゃないかな、それでね、まあ、三好選手うまく取ったなっていうところはありましたよね、うん、はい、マリノスもなんか面白くなってきたね、これね、そうですね、うん、そしてあの若手選手たちを一気に今外に出して、うん、まあ本当いろんなね、あの経験積ませるって時期にも来てますので、さっきのね、あの仙台でも触れた吉尾選手もそうだし、はい、堀選手だとか和田選手だとか町野選手とかもそうですかね、もうほんとみんな今出して、もう J3 ででも J2 でも積ませるって流れになってきてますので、じゃあ何年構想のみたいなフェーズに入ってるってことですかね、はい、そうですね、だから彼らが戻ってきた時、分かりやすく言えば斉藤学を愛媛に出しましたよね、はあはあ、これが分かりやすい話になるかと思います、そうかそうか、はい、キレッキレで戻ってきましたもんね、そうなんですよ、彼の中から戻ってくる選手が次の横浜を作っていく形にもなるでしょうと、はい、はい、うん、思います、そして続いて、はい、湘南ベルマーレに触れていきたいと思います、以前の、配信のところででは、うん、まあ、指宿選手だとか武富選手について、うん、触れたかと思うんですが、はい、今回触れるのはそれこそまた仙台、うん、今回いろいろ出てくるんですが、はい、小林翔太選手が右に入って、はい、あとは一番僕の中でおっと思わされたのはですね、はい、今治から小野田選手、はい、ほう、小野田選手、はい、なんで3階級特進みたいなもんですよね、JFL から J3、J2 を飛ばして J1 湘南へ加入というところ、22歳、はい、はい、高校卒業して そっからもうずっといたって形になるので、はい、岡田監督とかのね奮闘を受けて、そうなんですよ、うん、でこの湘南やっぱりあのライズアップマネーと言っちゃった方がいいんでしょうかね、はい、これであのセンターバックのところは、あの新外国人も踏ま、あ、新外国人、いわゆるフレイレ選手ですね、うん、もう入ってきての競争力がアップしたっていうところもそうですし、はい、右側は、岡本選手が残って、うん、で藤田選手が抜けてしまったところはあって、うん、ミキッチ選手も抜けてしまったところがあるものの、はいはい、そこで小林選手が入ってきたっていうところで問題なしと、うん、問題なし、でボランチのところは小林雄介選手が抜けたっていうところはありましたが、うん、秋野選手を完全移籍で獲得してたことで、はあ、もうあのいわゆるあの中盤のタクト役のところは問題なし、はい、で一番前は指宿選手取ったので問題なし、はい、左杉岡いるじゃん、でシャドウのところはいっぱいいるじゃん、プラス竹富来たじゃんっていうところで、はあ、かなり盤石な体制が整ってきたのかなと思いますね。すごいですね、はい、一回も画面見ないどころか、はい、全部僕の目見て言ってましたでしょ圧がすごいですね。いやすごい、やっぱでも今日の表をね、フットボールゾーンの表を作る、うん、はい、にあたって、はい、そういう物語だったり出入りの、はい、
なんていうんですか、そのフローチャートみたいなのを作ってるってことですよ、人物相関図を頭の中で、ね、春に出るザ・テレビジョンのドラマ欄みたいになってるわけですよ、ね、頭の中全部できてます。いや、すごい、だから語れるわけですもんね。語れます。すごい、幕末の話聞いてるみたいでした今。いや、もうそれまでやっていいっていうんだったらいいんですけど、あの3時間とかなっちゃうと思う、さすがにやめた方がいいかなと思っております。そうなんで、はい、はい、ありがとうございました。じゃあ、はい、行きましょうか。はい、嬉しそう。行きますよ、皆さん。何で？清水エスパルス。清水エスパルス、はい、まあもう皆さんまずここ、もう出て、うん、出ちゃって、出ちゃったので行っちゃいますけど、はい、なんかエウシーニョ選手が、エウシーニョ話題でしたね、清水エスパルスにということで、うん、はい、まあまあ皆さんもきっとね分かってらっしゃったと思うんで、うん、じゃあ行っちゃいましょう。はい、いろいろあったんですよ、このエウシーニョ選手。まあ先生がすごい嬉しそうですけど、はい、その心は実はですね、もう先にあともう一人、あの中村啓太選手が長崎から加入というのがありましたが、なかなか語られないのでいい、はい、言いますけど、うん、中村啓太選手もかなりオファーがあったみたいです。水戸龍太25歳、はい、長崎から、うん、そうなんです、まあ、もちろん長崎もあの残ってくれってオファーも出してましたが、はい、本当に J1 でも何チームなんでしょうね、あの知らないチームも正直あるんで分かんないですけど、複数チームどころじゃない数が欲しいっていうところでの表明を出してました。そこを清水が、もう5、6個、7、8個の世界ですか。そうなんです。そこを清水が獲得したんですね。そして同じようにエウシーニョ選手、はい、もうなんかあの静岡新聞さんが出してましたけど、うん、まあ、もうまず静岡新聞出たっていうのがツイッターでも話題になってましたね、ね、いや大変だったみたいなんですよね、あの中東から 3,4 クラブほど、あら、まあ、でブラジル数クラブ、うわ、すごいね、はい、とオファーがあって、というか一番最初に実は、あの川崎辞めますよというか、その前の段階もリーグ戦やってる段階から清水がどうやら手を挙げてたらしいんですよ。で清水で決まりかなって思ったら、ブラジルから俺も俺もと連絡が来て、積み上がっちゃったんですよね、移籍金が。積み上げ愛でしょ、だからそう。それってさ、やっぱ選手としての今シーズンの活躍とか注目度ももちろんさることながら、はい、代理人のやり方、腕みたいなのもあるわけですよね。そうなんです。あと特にただ携帯電話8個ぐらい持ってる代理人がいますよね。脇と肩に携帯挟んで、ね、コーヒー入れながら待ってくれみたいな。そうなんですよ。でただ、はい、そこで清水ブラジルになって、なんと清水勝っちゃったんですね。おお、でまたこれはすみません、1月に出します。1月に出しますが、国内のとあるクラブが清水と戦ったんですよ、次に。その移籍金というか俺も欲しいっていうところで、なるほど、でそこで積み上げ合戦になって、知ってるな。そしたら中東から私もエウシーの選手が欲しいですというのがわらわらと来て、そう、そんな中のもいわゆる移籍金バトルになったところで清水が勝ったっていう、うん、よっぽどでは、なんでもうここにかける勢いは、なるほど。でただそう、やっぱそう言ってしまうと、そう、そしてそう聞いてしまうと、皆さん的にも、いやマジ何エウシーニョってそんな選手なのって思われてしまうので、僕はそんなことじゃないよってこともお伝えしたい。エウシーニョ選手ですね、なんかね財団とかも作ってるんですよ、ブラジルで。あのやっぱり彼も実はあの貧しい家庭で育っていて、まあ、あの一族みんなを育てなきゃいけないっていう立場なんですよ。でそこ で頑張ってサッカーでやってきて、それだけで、いわゆるこういうパターンで欧州でよくあるじゃないですか、それを日本でやってる。でしかも決して金の亡者とかそこじゃないよということが言いたいわけですね。そうなんです。でしかもそれで自分で財団までブラジルで立ち上げて、なんか公園作ったりとかそういう活動までやってるみたいな。子供たちを助けたいみたいな、ね、そうなんですよ。なるほど、うん、それだから日本で頑張ってブラジルでってところで、ね、素晴らしいじゃない、素晴らしいなと本当に思います。素晴らしいじゃない。なのでもうそういう活動もしてるので、あの清水ファンの方々も、あの川崎ファンの方々も、みんな本当にね、あの全国のサッカーファンの方々、いい話、 AC の選手を応援してあげてほしい。いい話、はい、ね、仮に夏に中東のクラブに行くことになっても応援してあげてください。まあだから本当に、うん、異常にそれを上回る金額が来たっていうことになると思うんですよね。そうなったら、でも清水もじゃあ頑張っとったってことですよね。はい、はい、清水のその払ったお金はもういろんな基金になってるってことですから。そうなんですね。ビバ J リーグ、ビバサッカー、いや素晴らしいと思います。ですよね。はい、はい、はい、そして、はい、ついにこのクラブ行きましょう。ジュビロ磐田。ジュビロ磐田、はい、まあまだちょっとですけど、はい、まず、うん、ついにヤツが帰ってくるぞと。やつが帰ってくる、はい、石田龍馬ですね。石田龍馬、はいはい、みんな忘れてたでしょ、多分岩田サポの方々でも、うん、あ石田っていたねぐらいな感じだと思うんですけど、22歳で、いやそうなんです、うん、いやいやいや忘れちゃいけないと、うん、石田龍馬こそ、うん、右サイドバック日本代表になってもおかしくない選手じゃないですか。若い時はね、いろいろありましたよね。
岩田サポの方々ね、なんで河南沢に移籍したんでしたっけっていうのはあるかもしれませんけど、これで右サイド盤石じゃないですか。この復帰は一番大きいと思ったら、ユース時代はねかなり有望感でしたからね。でも大人になって帰ってきたってことですよ。そうなんです。いろんな人のなんか思いとか助けとかね、それと注目ですよ。大注目してほしいですね。はい、じゃあ続いて参りましょうか。続いてではやはりこちら行かなきゃいけないんじゃないでしょうか。サンフレッチェ広島。広島、はい、はい、参りましょう。なんか先生はやっぱり界隈では広島に詳しすぎておかしいっていう話が。いえ、そんなことはないですからね。まずは、あのサンフレッチェ広島といえば、まあ、あの井林選手、獲得ということで、はい、あの東京ヴェルディからですね、はい、ということで、千葉選手が抜けたというところはありましたけど、はい、これで井林選手入ってきてってところで、センターバックが埋まったと、はい、埋まったどころか2チーム作れますね。あ、そうですか。はい、まあ、野上選手、佐々木翔選手、水本選手、そして、ルーキーとして来季入ってくる荒木選手というところがいて、井林選手がいて、なんで4バックででも3バックででも、まあ、2チーム作れる状態はこれで整ったよね。ACL 行けるよね、カップ戦も行けるよねっていうことにはまあなってきたかなと、うん、ただ問題はありまして、はい、まあ正直戦力はある程度整うことには多分なるとは思うんですが、ACL も含めてリーグも含めてっていうところになってくるとちょっときついとは思います、うん、広島来年。あ、そうですか。うん、やっぱり普通に本当に全部望みながら行くんであれば、うん、やっぱりちょっとどこかは減らさなきゃいけないだろうなっていうところはあるので、例えばリーグ戦に臨む、リーグ戦であの上の順位を狙うんであれば、カップ戦 ACL はちょっと厳しい戦いになるかもしれない。で ACL 取りたいっていうんであればリーグ戦やっぱり2桁順位の可能性は出てくるかなっていうところは出てあっちゃうかもしれません。難しいとこですよね。これは本当難しいですけど、でもどっちも取りたくなるのが人情でしょ。だってそうなんです。対してどの子捨てますとは言えないじゃないですか。それはもちろん言えない、ね、言えないけど、うん、っていうところ でただやっぱりいい選手たちが入ってくることは間違いないので、うん、あの今年の2018シーズンの前半戦のように、はい、あのいろんなものがねうまく絡み合って、はい、まあ、連勝街道になってってところはになってくれればいいよなっては思ってはいるんですが、大輝はちょっと育成のところも必要だよね。なるほど、っていう形ですね。わかりました。あと何人かからあのツイッターであのいろいろもらったりもしたんですが、まあ、バレましたね。どうやら現地のメディアが言ってしまったようなので。現地のメディア、はい、うん、あの東欧から来ます。あ、広島の現地でも噂になってる。あ、うん、東欧で、はい、東欧のニュースと誰かが広島って検索して分かっちゃってる、はいはい、某東欧からあのサイドバック、ウィングバック系の選手が来ることが決まっているようです。道地つながりだではないんですよね。違うの、新しい路線ですね。で、まあ、新しい路線ってところは確かにあるんですけど、はい、皆さんに一つちょっとこれでお伝えしておきたいなってところがあって、はいはい、前ちょっとちらっと違うところでも話したかもなんですが、はい、あのドイツでダゾーン放送されてるわけですよ、うん、特に神戸の試合、うん、全試合、はいはい、やっていて、うん、毎回毎回1万5000ユーザー以上は見に来るらしいんですよ。なるほど。ってことはというか、もう神戸はもちろん、神戸はもうだから全然見られてるんですよ、はい、ヨーロッパでも、うん、でそれと同じように、うん、あの各国、今いろんな、それこそストリーミング放送とかもあるので、うんうん、J リーグって結構知られてるんですよ。ああ、そうですか。そうなんです。嬉しいね。でその中で、ね、あの疲れてるチームの一つにサンフレッチェ広島があるんです。うんうん、もう西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、あとは西アジアの方でもそうなんですけど、まあ、西アジアはもちろんあの塩谷選手のおかげな部分もあるんですが、うんうんうん、であと東ヨーロッパ、じゃあミキチじゃんってところももちろんあるんですが、なんでかってそういうあの地方クラブなのに頑張ってその成績残してる日本のチームがあるぞっていうところで、なんとなくシンパシー感じる部分があるみたいなんですよね。しかも広島っていうのは世界の人にとってやっぱりそうですよね。そうなんですよ、歴史的な場所というね、はい、うんうん、なるほど、はい、でただあの前もあの触れましたし、もうこれで分かると思うんですけど、あのいろいろ来るので、まだそのいろいろ言ってない部分はありますよね、うん、はい、いろいろっていうところなので、いろいろ、まあ、スウェーデン人の選手以外にもまあきっと来るんじゃないですか。スウェーデンって言っちゃったじゃないですか今。あ、言ってしまいましたね。スウェーデンから来る。そうなんですよ。代表経験もあるみたいな選手なんですね。まあ、これもすでにもう噂上でも出てしまってるので、イブラヒモビッチ、それはすごすぎる。サイドバックじゃないもんね。はいはい、はい、はい、
はいはい、で次昇格組じゃないところから、はい、そろそろ行った方がいいところ行こう。はい、では続いて、はい、うん、続いてなんですが、うん、京都を見ていきたいと思います。京都サンガ FC、 なかなか、はい、触れる機会はなかったの で、 で、ね、まあ、京都サポーターの方々いらっしゃれば、わ、はい、ついに来たっていうところだと思うんですね、うん、はい、まずは推しメンとして僕は2人いるので、まずそこから紹介させてください。お願いします。まあ、サポーターの方々にとってはね、うん、もう知ってるよって話かもしれませんが、はい、やっぱり1人目、ミッドフィルダーの福岡新平選手。福岡新平選手、はい、U19 というか現昇格ですね、はい、うん、ミレニアム世代、2000年生まれ世代の中でのザ・キャプテン、キャプテン、代表候補の、もう代表も U17 ワールドカップとかでも代表だったんですけども、彼はもういわゆるアンダー の、 その年代別のところでではもうキャプテン福岡新平でずっとやってきた世代なので、もう彼にやっぱり注目してほしいなと思います。京都が生んだじゃあ日本代表になるわけですね。そうですね、うん、そしてもう一人、神月総一郎選手、うん、はい、彼のね、そのアタック力というか、うん、もうもう突破していく力っていうところは、はい、一つそのなんかパワフルというか野性味ある感じというか、うん、もうそれにやっぱり注目してほしいなと思っております。2人ともミッドフィルダーの18歳。そうですね、神月選手は上に月って書くんですね。そうなんです。で福岡選手はボランチの、それこそ長谷部選手にも似たようなバランサー系のタイプで、神月選手はもう左からもう果敢に攻め上がっていくような選手ですね、うん、はい、なるほど。そしてですね、まあ、移籍加入のところででも結構出てきております、はいはい、まあ、やっぱり岩崎優斗選手が出てってしまったので、うん、っていうところはやっぱり皆さん、どこ行ったんだっけ岩崎優斗選手、岩崎選手は札幌に行きました。札幌だ、うん、で代わりんですけど、うん、岩崎選手みたいな選手来ます、うん、はい、京都のサポーターの皆さん、岩崎選手みたいなプレースタイルの選手が、はい、京都に加入するという感じになっておりますので、その方は誰なんでしょうか。さすがに言えませんね。そうなんだ、はい、あ、まだ出てない、まだ出てません、まだ出て、まだ出てません。若いですね、大卒の選手ですね。大卒で2年ぐらい経ったのかな、もう。綺麗か可愛いかといったらどっち、セクシーかなんかプリティーか、プレイスタイル的に言えば綺麗ですコンパで例えたボケなんで今違うプレイスタイルで落とし込まないあ、すいませんいやすいません、こちらが先生の縦横無尽な圧倒的なスピードのドリブルにちゃちゃ入れてしまった本当申し訳ない。いい、はいはい、はい、続いてはですね、はい、うん、続いてはレノファ山口、はい、レノファ山口、はい、はい、レノファ山口参りましょう、はい、やっぱりレノファとしては、はい、オナイユアド小野瀬康介、はい、っていうところがどうしてもあるとは思うんですよ、うん、はい、いや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 、うん、育ったら育っちゃうからね。そうなんですよ、うん、まずやってくる、はい、佐々木拓実、佐々木拓実、ベガルタ仙台から、うん、佐々木拓実がやってきますね、うん、いわゆる U19 の日本代表とかでもねやってきた分、小柄ながらこうスススッとこう抜けていくような、まあ、アタッカーですね、はい、アシスターなところはありますね。そしてフォワード一番最前線のところで言えば、はい、やっぱりまずはここ言わなきゃいけない工藤正人、はい、工藤正人選手28歳、まずはそこですよね、うん、はい、そしてもう一人、うん、田中パウロ純一、パウジュンが、はい、岐阜からやってまいります、あ、やってきますそして、うん、佐々木拓実は左右両方ともできるけれども、主に左からいけるサイドアタッカーだとしたならば、右の強さとしては吉浜亮平でしょう。吉浜亮平選手、もともとね群馬時代なんかは有名で、江坂選手とともに、うん、もうだいぶ群馬躍進の立役者になってましたが、町田を経て山口にやってきます、うん、はい、そしてですね、やっぱり高木大輔選手の完全移籍が決定したりだとかありましたので、はい、うん、アタッカー陣だいぶまた新しい陣容が揃ってきたかなっていうところがありますよね。新たな音色を奏でる山口攻撃陣、そうですね、うん、やっぱりオナイワード小野瀬康介というパターンでは確かになくなってしまいましたが、はい、うん、新しいスタイルをこれでやっていけるというところがあるので、うん、ベテランに工藤選手もいるしね、はい、うん、まあ、工藤選手が真ん中で陣取りながら、うん、まあ、田中パウロ純一選手のまあ野性味、うん、そして、まあ、高木選手も今年もね見せたまあテクニックをも兼ね備えたアタッキング、うん、 そ、 はい、そして右からの吉浜、左からの佐々木拓実っていうところで、はい、 うん、まあ、いろんなタイプこれで、まあ、移籍加入のところででも揃ったよなというのがありますよね。楽しみになってきましたね。そうなんです、はい、あともう一人紹介したい新卒の選手が一人います、広告高校からやってくる左サイドバックの沖海人選手。沖海人、はい、もう注目してほしい。やっぱり昨今 の、 この高校サッカー市場の中ででも、うん、やっぱり市船だ東福岡だとか
やっぱあるじゃないですか、どうしても、はい、脈々としたものが、ね、そうなんです。ただ毎年毎年 J リーガーを輩出してる高校といえばもうここっていうところで、大阪の興國高校というところがあるんですよ。そうなんですか。はい、はあ、もうドリブルだったりだとかもそうなんですけど、ちょっと日本のブラジルみたいなところがあるんですね、興國高校って。ほうほうほう。だからテクニックだとかもそうなんですが、それがもう技術に裏打ちされたテクニックっていうよりも、そこに野生味がちょっと乗っかってくるような、ほうほうほう、もう日本っぽくない育ち方をしてるんですよね、トレーニング方法からそうなんですけど。それが興國高校。はい、そこで左サイドバックのスタイルで新しい選手がやってくるって形になるので、今年だったら前選手からこう小野瀬選手へなんて形でのうまいフィードがあったりしたんですけど、それの左版がついに出来上がるんじゃないのっていうところで新しいパターンがやってきます。18歳沖海人選手、ね、はい、沖に海に北斗の拳のととかに、はい、注目ください。はい、はい、うん、そしたらですね、続いてあと残り2チーム今回触れていきたいと思います。はい、ボリューミーですね。いいですね。ありがとうございます。J3 から J2 に上がるよっていうところで、はい、鹿児島ユナイテッドさんを今度は触れていきたいなと思います。はい、ユナイテッド、ここまでなかなか出てこなかった、うん、もう本当下旬のところまでなかなか出てこず、鹿児島ファンの鹿児島サポーターの方々はちょっと心配されたと思うんですけど、うん、まずは一人革命を取りましたね。はい、ハッタンダ光平、ハッタンダ光平さん、名古屋から取りました。ベテラン。はい、そしてもう本当にうまい補強をしていて、いわゆる中盤のいわゆるテクニカルな部分で、はい、ハッタンダ選手をまず確保して、はい、でやっぱり琉球で、まあ、ある程度成績残してきたっていうところで、うん、枝本選手を獲得、うん、そしてもうアスルクラの沼津の方から砂森選手、うん、もうあれですね、 J3 のアシスター、はい、アシストランキング1位レギュラーですもんね、はい、うん、を取ってきてっていうところで、もう J2 のやっぱりトランジションっていうよりもやっぱり両チームの最後のファイナルサードのところでっていうところが J2 は多いじゃないですか。はいはい、そこのところでのクロスターを一人これで用意してきたっていうところが鹿児島の一つ面白いポイントだよなと思いますね。うん、サイドからの大砲的なね。そうです、うん、そして徳島から園田選手も獲得してってところで、もう真ん中を突破させるならば八反田光平、うん、左サイドから砂森、うん、真ん中に園田もしくは枝本っていうところで、はい、ちょっと角ができ始めたのが面白いなと思われる。なるほどね、はい、先生の話聞いてるともうすぐ試合見たくなるんですけど、もう開幕してくんだからね、もう本当そうなんですよ。うんうんうん、で監督もね、それこそ琉球から鹿児島にいわゆる監督移ったって形なので、枝本選手なんかはいわゆる監督のやり方も分かってらっしゃるところがあるので、うまい戦いでいわゆる J3 オールスターみたいな形で鹿児島をやってる形になるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、うん、そして続いて、はい、FC 琉球参ります。はい、こっちはまた面白い戦い方しますよと、琉球もでも優勝したにもかかわらず、はい、監督が変わったそうなんですよ。ですよね、監督変わったってところはあるんですが、ただやってきた選手たちがまた面白い、はい、ここをちょっとご説明していければなと思っております。ありました、はい、琉球はこのままいくともしかしたらですけど、はい、千葉だとかもそっちの方面というか、うんうんうん、千葉だとか徳島だとか今年の 、うん、東京ヴェルディだとかと同じパスサッカー系主体のチームを作っていくんじゃないのかなとちょっと思ったりはしています。志としては高くってことですね。そうですね、やっていくのかなと。もう前のめりで挑んでいこうと。そうですね、はいはいはい、やっぱり今年やっぱり J3 を代表する方というか顔になったまあ中川選手がいますが、うんうん、まず補強したのはディフェンダー陣でした。なるほど、それはそうだよね。はい、うん、もうそれこそマーサーもご存知の西川翔吾選手、うん、西川翔吾選手、まあ、今年栃木でしたよね。そうでした、はいはい、で横浜 FC からまあ完全移籍でやってきましたよというところで、うん、ディフェンダー陣を西川、うん、岡崎とまずは獲得、うん、なるほど。でキーパーのところでパク・イルギュ選手が横浜行ってしまったので、ね、カルバハラ選手をゴールキーパーとして獲得、はい、で若手の石井選手を水戸からレンタルで獲得と、うん、いうところですね。なるほど。で中盤のところででは落ち選手を獲得して、うん、はい、コントローラー系の選手としてこれで獲得して、はい、落ちたんだ、はい、で田中圭太選手が復帰と、はい、いうところですね、はい、そしてあと上原選手が愛媛からやってきたんですが、うん、彼にとっては地元のクラブになるので、うん、やっぱりもう一花咲かせたいよね。32歳ちょうど、はい、ちょうどいいというかね、そうなんです、やっぱり見せたいよね、はい、モチベーションも力になるチームの、そうなんです、うん、なんでこれで大体も琉球としてはほとんど揃ったかなというところもあります。まだ若干名リリース出るっぽいんですけど、ほうほうほう、そこはちょっと注目かなと思っております、うん、はい、そして最後の最後でこの一人で、うん、この一人だけ紹介して今日は終わりたいと思います、はい、以前ちょっとちらっと触れたんですが、はあ、
中央大学の内藤健太選手という方にちょっと注目をしていただきたいんですね、はい、内藤健太選手実はですね、来季ルーキーになるんですが、大学4年間での公式戦出場歴ゼロ、はい、中央大にいたんでしょ。でも、はい、公式戦出てない。出てないです。サッカー部では。サッカー部です。プロに入ってるのそれで。なんとですね、彼は4年間確かに出れなかった、あの東京に行く渡辺選手、そして柏に行く上島選手の後陣を拝してどうしても出場することができなかった、はい、ディフェンダー、はい、はい、ですが彼は自分で J リーグのチームに対してで就活をしたんです。僕はこんなプレーができます。選手として入るんでしょ、もちろん、はい、選手としてです。だから選手としての就活をしたんです。僕はこんなプレーができます。こんな感じの選手なんです。だから一度練習参加させてもらえませんか。で、自らの力で勝ち取ったのが琉球でした。へー、繋がった琉球、夢ある話ですね。はい。そんなことあったんですか、今まで。まあ起きちゃいましたね。今までないでしょ。ないです。なかなかないです。ただ海外に対してとかだったらありましたし、野球だったらたまにある話ではあるんですけど、まあない話ですよ。すっげえ。よっぽどそのプレゼンがね上手だったし、その琉球が欲しがるスペシャリティを何か見せることに成功したわけだ。そうです。なので今これを聞いてらっしゃる例えば高校生大学生の方々もそうなんですけど、自分で本当にプロになりたいんだったら、それこ例えばそれで我々のようにというか、それこそ YouTube チャンネル作って、で自分のプレーだとかってものを例えばやってみても面白いと思うんですよ。こんなことができる選手です、僕はこういうことができますってことを発信していくのはすごく大事だと思うので、まあ、内藤健太選手のように、だから彼は仮にサッカー選手辞めたとしてでもそういうガッツがあるので、なんでもできると思います。そうだろうね、はい、いや、いい話、感動しました、はい、はあ、内藤健太22歳ディフェンダー注目でございます。琉球注目、レギュラー取ってほしいね、はい、ぜひね、ぜひ、はあ、そして風間幸輝選手入ってる。あ、そうなんですよ。びっくりした、僕その表を見て。まあまあまあ、まあまあまあやりますよ。でもちょっと楽しみだね。楽しみでございます。風間幸輝選手やっぱうまいからね。うまいっすから。左45度からのちょっと巻いたやつね、スッてやっちゃうからね。だからね、いや、そう、ツイッター見たらお父さんとシンガポール行ってたよ。行ってましたね。マーライオンの前で写真撮ってたよ。私服の時みたいな感じになってましたね。仲いいんだね。仲いいでしょ、ね、やっぱ似てるね。見て本当ですね。なるほど、はい、わかりました。今日はたくさん教えていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。ワクワクしていますね。やっぱね、いいですね、刻々と変わる遺跡の情報をね。本当ですね、僕文字読むのすげえ苦手なんで、ありがたいです、もう皆さんもね、これから年末年始いろいろあると思うので、はい、その間フラッとちょっと聞いていただければ。そうですね、ちょっと長くなっちゃいましたけど、そのボリュームだったということで、ね、はい、またお耳にお邪魔していきたいと思いますので、毎朝ギュッと絞ったサッカー情報、これからもお送りしていきたいと思っております。よかったらチャンネル登録、ツイッターもね、よろしくお願いします。お願いします。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。